皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。ドイツ一部バイエルンミューヘンの日本代表 DF 伊藤博樹25が、くつき中に練習復帰する可能性を、バイエルンの地元メディア TZ が報じた。伊藤は今夏にドイツ一部シュツットガルトから新天地入りしたが、7月末のプレシーズンマッチで中速骨を骨折。 今回の報道で順調に回復に向かっていることを伺わせた。伊藤の新天地デビューが楽しみになってきた中、韓国メディアも日本人 DF の動向が気になっているようだ。B ミューヘンには、韓国代表 DF キンウェンや、キム・ミンジェが所属しているからだ。スターニュースは、ドイツメディアキッカーが、キンウェンやはパスの質とボールを守る能力が低い。 今後の強豪レイバークーゼンとの試合を通じて、ミューヘンのセンターバックラインが効果を発揮するかどうかを確認できるだろう。今後伊藤博樹が代替選手として投入される可能性があると報じたことを引用した。昨季リーグ12連覇を阻止されたレイバークーゼンと28日に今季初対戦。そこでのパフォーマンス次第では、金の序列が下がる可能性があると、スターニュース。 はきぐしているだけに、キンウェイヤが伊藤のバックアップ。と題して、キッカーの引用記事を報じた。今後もドイツの名門における日韓ポジション争いに注目が集まりそうだ。伊藤博樹、25、が、くつき中に練習復帰する可能性を、バイエルンの地元メディア TZ、が報じた。伊藤は今回にドイツ一部シュツットガルトから新天地入りしたが、 7月末のプレシーズンマッチで中足骨を骨折。今回の報道で順調に回復に向かっていることを伺わせた。伊藤の新天地デビューが楽しみになってきた中、韓国メディアも日本人 DF の動向が気になっているようだ。B ミューヘンには、韓国代表 DF 金ウェインや、キム・ミンジェが所属しているからだ。スターニュースは、ドイツメディアキッカーが、 キンウェイヤはパスの質とボールを守る能力が低い。今後の強豪レイバー空前との試合を通じて、ミューヘンのセンターバックラインが効果を発揮するかどうかを確認できるだろう。今後伊藤博樹が代替選手として投入される可能性があると報じたことを引用した。昨季リーグ12連覇を阻止されたレイバー空前と28日に今季初対戦。 そこでのパフォーマンス次第では、金の序列が下がる可能性があると、スターニュース、脇惧しているだけに、金ウェイヤが伊藤のバックアップ。と題して、キッカーの引用記事を報じた。今後もドイツの名門における日韓ポジション争いに注目が集まりそうだ。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は、コメント欄に書いてください。 次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。